先ほど少しご紹介した山は武甲山という山だそうです。西武秩父駅の構内にね、こういうあの説明書きがございました。標高が1304メーターだそうです。下にラビューが止まっている。コントラストがなんか不思議な感じですよね。こちらは駅のすぐ横にある、祭りの湯という温泉です。温泉なのかな、温泉ですね。すぐらしいのでね、そこまでカメラを回しています。この西武秩父から秩父鉄道という他の私鉄に乗り換えができます。ただ秩父鉄道側の駅は秩父という名前ではなく、お花畑が、最寄りというか乗り換えの駅となっております。僕もよくね、お花畑だなって言われますけど、そのお花畑とはちょっと違う失礼いたしました。駅もね、大変立派で、待合室もね、ありますし、まあ本数が若干少ないというのもあるんでね、それで待合室はね、ないと。明るいうちにですね、練馬まで行きたいんですよね。なのでちょっとあまり時間は秩父ではないんですけど、まあ、バスが走ってたり、祭りの湯はもう本当に駅の改札を出てすぐ左側にあります。本当に便利ですね。あとはその秩父の、まあ、奥秩父とか、まあ、駅の周辺よりは三峯神社とか、こちらの長瀞とかですね、そちらに行くアクセスの中心として使われることの方が多分多いんじゃないですかね。この駅周辺にはさほどこの観光名所的なものっていうのはそんなにないです。駅舎は関東のね、駅百選のにも選ばれている駅舎です。いや、祭りの湯って本当に立派ですね。初めて見たんですけど、西武鉄道がね、めっちゃ力を入れてコマーシャルとかオープン登場しておりましたけどね、オープンして間もない頃にちょっとしたトラブルですぐに営業がストップしたということもありました。ちょっとね、秩父で何か昼ご飯でも食べてから練馬にね、行こうかなと思ってます。こんな感じです。で、祭りの湯がこういう感じです。画面中央、少し電柱とかで、ね、邪魔があって見づらいかもしれませんが、そびえ立つのは武甲山でございます。武甲山っていうんですかね、標高が1300飛び4メーター、埼玉県秩父市の、秩父市街を見下ろすようにデーンと鎮座する、まあ、秩父の何ですか、ランドマーク的な、まあ、ランドマークというんですかね、まあ、こちらには、周辺に広がる山々でございます。今西武秩父駅のところに来ております。これからですね、実はあれを食べたかったんです。秩父名物のわらじかつというものを食べたいなと思って、まあ、フリー切符もね、いただいてましたんで秩父までやってきました。でですね、わらじかつ屋さんを、まあ、探してるんですけど、なかなかこうググっても駅から10分とかね、そういうところが多くて、まあ、後の電車の都合とかもあるんでね、あまり遠くには行けないんですよ。かといってですよ、
あちらの方にはセブンイレブンもあったりですね、ちょうどこれは国道の140号線という道路の突き当たり、西武秩父駅前という交差点があるんですが、セブンイレブンがあったりね、向こうには夢庵さんがあったり、さっきからねバイクの方がすごいんですよ。ツーリング日和なのかな。天気はいいんですけどね、やっぱり埼玉でもだいぶ山の方に来ちゃってるんでかなり寒いんですよ。まあ、こちらにはガストがあったり、まあ、ホテルもあったり、向こうにはスキヤさんもあるんですよ。ただ秩父まで来てね、そのわらじかつ屋さんが見当たらないといったところで、まさかね、こういうチェーン店で済ますのももったいないんで、もうちょっとね探そうと思います。西武秩父駅からの位置関係なんですが、まあこんな感じです。市役所とかもさほど遠いところではなさそうで、まあ、やはりお花畑というね秩父鉄道の電車の駅の方が市街地には近いようです。あと秩父鉄道にも秩父駅という駅はあるんですが、西武秩父とはだいぶ離れているようです。だいたい1キロぐらいはあるのかな。ということでちょっとわらじかつのお店をね探しに行こうと思います。正面が西武秩父の駅でございます。いろいろと Google で探したんですが、だいたいね歩いて10分から15分ぐらいかかるところが非常に多くて、ちょっと諦めかけようとしたんですよ。その前にこれ見えますかね、秩父の夜祭りとか12月にね花火が上がったりね、かなり盛大に行われて、西武も、まあ、去年は確か走ってなかったと思うんですけど、この夜祭りに合わせて、まあ、夜行列車的な電車が臨時に走ったりします。でですね、なんとなんと Google でいろいろともうちょっと粘ってみたらね、東大元暮らしだったんですよ。ここにねわらじかつあったんで、もう駅のすぐ横なんですけど、もう本当はね地元のそういう有名なお店で食べたりしたかったんですけどね、まあ、時間も限られてるんで、もうこの祭りの湯の中で、食べます。祭りの湯の中にある、フードコートみたいなところがあるんですね。そこで秩父わらじかつ亭というお店があって、でそこで今、これを頼みました。もうすぐ出来上がりで、出来上がるとねこのようなベルでお知らせが来る仕組みになっております。わらじかつが2枚乗った、波で、970円だそうです。初めて食べるんで楽しみです。フードコートを入ってすぐのところにおやつ本舗さんというお店があります。で、ね、気になったのが豚味噌コロッケというものなんですよ。ちょっとこれもね、一緒に買ってみます。ここだけね食券制じゃなく直接レジでお支払いするような方法になってます。でこういう風に商品がね並んでいて、たこ焼きとかもね、豚味噌コロッケこれですね。これを買ってみます。味噌ポテトっていうのもね美味しそうなんですけど、あまり食いすぎも良くないんでね、このこいつを買います。秩父名物のわらじかつ、これがわらじかつなんですよ。わらじのような形をしているのでわらじかつで、先ほど別に頼んだ豚味噌コロッケをおかずに今日のお昼ご飯でございます。初めてね食べるというか、秩父と聞いて真っ先に思い描くのがこの僕の場合ですとこのわらじかつだったんで、一回食べてみたかったんですよ。
この部分は後から音声入れてるんですが、うんうんうんって感じで食べてるんですよ。んっていうグートは出してるんですけど、まあ普通クラスの美味しさです。後からでもコメントしてるんですけどね、名物っていう割には、まあ、名物なのかなっていう程度。まあ美味しいんですよ、美味しいんだけど、あとちょっと肉がね、まあ普通の薄切りの肉っていうか、あの生姜焼き用の肉にまあ揚げたぐらいの感覚ですね。薄いお肉にを揚げてるんでね、ちょっと脂っこいかなっていうので、お漬物がね非常によく合います。でわらじかつ丼のところにも紅生姜が乗ってるんで、まあ、非常に紅生姜がね口直し的な役割で良かったです。普通のカツ丼だと切ってるじゃないですか、カツを。でもこれってかぶりつくんで、まあそれがわらじカツの醍醐味っちゃ醍醐味なんでしょうけど、ご飯と一緒に食うのがちょっと難しいですね。で今味噌豚コロッケの方を、豚味噌コロッケですね、そちらの方に行ってますが、そちらはねすごくいい感じでした。もう表情がさっきと違うと思うんですよ。拍手までしてます。これはめっちゃ好きな味でした。この後の予定もあるのでアルコールは飲まなかったんですけど、絶対にビールが合います。こっちがね、あの甘辛い感じなんですよ。あの天丼のよくどんつゆあるじゃないですか、ああいう甘さがあるんですよ。でこっちの、まあ、さっきのあの豚味噌豚コロッケ、こっちはめちゃくちゃ好きな味です。あの好みにもよるんですけど、このわらじかつ丼も味噌のやつがあるんですね。ひょっとしたら僕そっちの方が多分好きじゃないかなと思うんです。美味しいんですよ、もちろん。でも申し訳ない、普通ロースの1枚のお肉を薄切りを揚げてとんかつにして、ほんでこうやってるみたいな感じです。いや絶対あのまずくはないんですけど、あの普通に厚切りのカツ丼の方が多分好きな方多いんじゃないかな。僕はもう秩父の方には申し訳ないですけど、どちらかというとノーマルのカツ丼の方が好きかな。だからこの豚味噌コロッケは絶品です。あのソースもねつけていただいたんですけど、ソースつけない方がいいです。ということで、あの祭りの湯の中に入ってすぐちょっと越えたところに、あの駅の横にありますんでね、歩かなくてもよかったみたいです。ということで、あとはあの堪能いたします。ありがとうございます。祭りの湯の中のフードコートで、わらじかつを食べたんですけど、まあ食べてる途中も言ったと思うんですけどね、意外とまあ美味しいんですけど普通むしろそのもう一個買ったコロッケの方が美味しかったです。まあでもここね、本当に真後ろが駅なんです。駅で駅の改札出て左も歩いて10秒も行けば祭りの湯なんで、ぜひね、あのちょっとしたお食事とかそういうのをね、あのまあ秩父の雰囲気を感じたいという方はわざわざ歩く必要ありませんので、祭りの湯でぜひ、お越しください。まあ、地元の人の方が多いのかなっていう雰囲気だったんですけどね。ということで、秩父の町からは以上と、町というか西武秩父駅周辺からは以上とさせていただきます。もう少しで、ね、祭りの湯を取った方がいいのかな。
はい、ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などぜひよろしくお願いいたします。